短大卒業後に幼稚園で10年働いた後ホステスを5年そのうちに親族が経営する保育園の現場で5年、えー、そして現在40歳でまだ園長になりませんおばかっこ離婚して出戻った際に職がなかったため当時園長だったおばが祖母を保育園長にしてしまったが、えー、現在園長しております身勝手すぎて保護者とトラブルが絶えないため引退してほしいんですがおばはあなたは現場ができるけど社会を知らないから園長には向かないと言い園長の職を譲りませんおばさんは多分園長を辞めると 転職でできないんんだと思うんですよねおばさんが新しい職が見つかる限りは園長にずっととしがみつき続けると思いますなので、えっと、おばさんの人生がどうなってもいいと思うのであればその園長さんが続けられないという保護者とのトラブルっていうのを盾に訴訟を起こしますね僕だったら。 要はその、保護者にあの、訴訟を起こさせて、で、あの、こういった訴訟みたいなことを起こす人が園長だと良くないよね。顧問という形で一回引いていただいて、保護者の人に納得していただくのはいいですかと。で、あの、顧問の場合も、給料は園長と同じだけの額を出しますよっていう形で、その園長のところを入れ替えてもらって、その後顧問になった後に切るっていうのをやればいいんじゃないかなと思います。